こんにちは、ファブリカです。今回はブランケットステッチです。フェルトでのマスコット作りやアップリケをする時の刺し方をご紹介します。平面に基本のブランケットステッチを刺していきます。玉結びをします。1から針を出します。左から右へ進みます。2に針を入れます。糸を引き切る前、この輪っかの中の3から針を出します。矢印の方向へ糸を引くと整いやすいです。これを繰り返していきます。慣れてきたらこのようにすくっても良いです。最後は角の糸をまたいで留めます。次にアップリケです。へこんだところ角、カーブを練習できるハートを使ってやっていきます。ステッチの幅を書いておくのも良いと思います。土台のブルーのフェルト、ハートのすぐ際から針を出します。そこから一目分右に進んだところの真下に針を刺し、上にすくいます。基本と同じ要領で上方向に糸を引きます。角の刺し方の例です。1つの針穴を共有して3回刺します。刺す穴は同じ穴で、出す穴を3方向に分けて刺します。ここで引きすぎると角が潰れてしまうので注意しましょう。矢印の方向、真上に糸を引くのがポイントです。角の頂点を中心に左右対称になるようバランスを見て刺します。続けて刺していきます。次にカーブです。このように放射状になるように意識して刺します。ここで糸が短くなったので次足します。何通りかやり方がありますが、ここではつなぎ目を分かりにくくする方法です。一目先に針を入れて糸を引き切らずに浮かせておきます。後ろで玉留めをします。
このように糸が浮いた状態です。新しい糸に玉結びを作り、浮いている糸に引っ掛けるようにして刺し始めます。続けて刺します。次にここのへこんだところの刺し方です。角とは逆に針を出す方、引き締める方に糸を集中させます。このようになります。続けて刺していきます。終わりまで近づいたら、あと何目刺すかバランスを見ます。刺し始めのステッチとつなげます。この浮かせておいた部分です。向こう側からこちら側に引っ掛けます。引っ掛けた真下に針を刺します。裏で玉留めをして出来上がりです。次にポケットです。ここをぐるっと刺しますが、基本の刺し方だと端っこが止まらないので違う刺し始めをします。ポケットと土台布との境目に針を出します。真下に針を入れます。で、そのまま初めに入れた針穴と同じところに出します。針に糸を引っ掛けて、糸を引き締めます。あとは同じです。服の場合はこのステッチだけでは心もとないので、ミシンで縫製した後に飾りステッチとして刺すのが良いと思います。マスコットなどにはこのやり方で大丈夫です。2枚を合わせる方法です。2枚の間から針を入れます。手前に出します。アップリケと同じく一目先に針を入れます。この時このように上に向かって針を入れると、裏側のフェルトのステッチの幅が狭くなりがちです。そうならないために針は布に対して垂直に刺します。特にフェルトは厚みがあるので気をつけましょう。アップリケと同じくここは少し浮かせておきます。ぐるっと刺したら最後に留めます。
角もアップリケと同じです。角は糸を引きすぎないようにしましょう。糸が短くなったので取り替えます。一目先の手前の布だけに針を入れます。ここを浮かせたまま2枚の間に玉留めをします。このような状態です。次の糸に玉結びをして、ここから外へ向かって針を刺します。浮かせておいた糸に引っ掛けます。続けて刺していきます。このようにつなぎ目が分かりにくくなります。終わりが見えてきたら、あと何目刺すか決めます。刺し始めのステッチのこの部分に引っ掛けます。ひっくり返してグレーのフェルトの表から針を入れます。2枚の間に針を出します。針で糸目を整えます。ここで玉留めをします。2枚の間に針を入れて、少し離れた位置に針を出します。で、少しだけ引っ張って糸を切ります。引っ張った反動で糸が戻るので表から見えなくなります。出来上がりです。いかがでしたでしょうか。アップリケやマスコット作りに役立てば嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。